クロコサギは、ペリカンモクサギかコサギ族に分類される鳥類。別名クロミノサギ。クロコサギの分布図アフリカ大陸のサハライナンと、マダガスカルの火星や故障、湿地帯に広く分布する。アンゴラ、ウガンダ、エチオピア、エリトリア、ガーナ、カメルーン、ガンビア、ギニア、ギニアビサウ、ケニア、コートジボワール、コンゴ、ザンビア、シエラレオネ、ジブチ、ジンバブエ、 スーダン、セネガル、ソマリア、タンザニア、チャド、トーゴ、ナイジェリア、ナミビア、ニジェール、ブルンジ、ベナン、ボツワナ、マダガスカル、マラウイ、マリ共和国、南アフリカ共和国、モザンビーク、モーリタニア、リベリアで確認されている。全長50センチメートル。全身は黒い羽毛で覆われる。くちばしや甲子も黒いが、あとは黄色い。後頭部には、 感運が生える。幼鳥は全身が黒褐色である。翼を傘様に広げているクロコサギ河川、地小、湿地等に生息する。群れで生活していることが多い。植生は動物食で魚類、カエル等を食べる。浅瀬で翼を傘のように広げてその中に頭部を隠し、水中の獲物を捕食する。翼を傘様に広げる理由としては翼を広げて、 影を作ることにより、物影に隠れる習性のある獲物を集めるのに、役だったり、日光を遮ることで水面の反射を軽減させて、水中の獲物を確認しやすくなる、水底からの反射光に、下から照らされる、水中物のシルエットを際立たせることで獲物を発見しやすくなる、等の理由が考えられている。他の動物に接近し、その動物から逃げた獲物が、 自分の作った影に隠れたところを捕食することもある。中高生だが活動は朝夕の日光がさほど強くない時間帯に偏っており、太陽が高く昇る時間帯には日陰で休息していることが多い。これは全身が黒色の羽毛に覆われているために直射日光による体温の上昇といった悪影響を受けやすく、それを避けているものと考えられている。 イグレダーディナカ、ありがとうございます。